はい、どうも、こんにちは。ざわと申します。ということで、皆さん、お久しぶりでございます。いやー、まあ、2日、3日も空くとね、こう、なんだろう。すごい、お久しぶり感出ちゃうよね。もう、なんか、1日に、ライブか動画、どっちかはやってたみたいなね、生活を、まあ、毎日のようにやっていたんで、本当になんか久しぶり感が出ちゃってるんですが、まあそれぐらいで、2日間もう何もできなくなるぐらい、のことがありまして、今日はねその話、あともう現状報告だね、あと今まで何があったのかとか、あともうまあこの動画自体が生存確認も含めて生存報告も含めて、の動画としてまあちょっと今撮っていこうかなと思います。で、まあツイッターとかコミュニティ見てない人ももしかしたらいると思うから、そういう人のためにねちょっと話していくんだけど、まあ単刀直入に言うとですね、COVID-19 感染いたしました。はい、いやー怖いね。うん、怖いね。例のあいつですね。はい、まあ名前をあまり言いたくないんですけれども下にね、あの動画のさ、あの概要欄の上の方の下の方にさ、あれ出てきちゃうからさあのバナーが出てきちゃうからさまあ出てきていいんだけど、はい、まあ、あえて隠してますね。ちょっと YouTube さんにさ、なんか変なこと言ってないかってこう目つけられるからさね、あんまり変なことをちょっとね言わないでね、まあ行きたいなと思っておりますが、まあちょっと俺の、話というか、まあそこら辺の闘病、まあ2日ぐらいですけども、まあまだまだね、ちょっと1週間2週間ぐらいねずっと潜伏ねしたり、まだまだちょっと出てくる可能性ありますから、わからないってところあるんですけど、その話をちょっとしていこうかなと思います。皆さんね、大丈夫ですか？なんか COVID かかった人います？皆さんの中で、これ見てる方の中で。怖いっすよ。いやマジで、いやかかったけど何も症状なかったよとかさ、今までさそういう人ばっかだったじゃん。なんか陽性だったけど、あれなんか何も体に異常なかったし、いや、なんか普通に元気ですみたいなね、パターンだったじゃん、今まで。いや、違うのよ。もうこれからのね、奴らはね、進化してる。いや、マジで進化してるよ。うん。いや、もう笑い事じゃないんだけどね。もういや、ほんとなんかね、笑い話にでもしないと、ほんとにね、ちょっと乗り切れないぐらいきつかったんで、ちょっともう話していくんだけど、出るって、デルタ株ってやつが最近さ、めちゃくちゃこう流行してるみたいじゃん。若い人でも、結構こう重症化しやすかったりとか、ちょっと中等症、なんかこう呼吸困難になったりとかさ、なんかそういうのになりやすいよってなんか言われてるようなやつね。それがですね、結構感染力も強くて。あ、ごめん、あとね、この背景、いつも通りなんだけど、関係ないです。背景ごめんね。なんかずっと背景について触れてなかったけど、背景について俺も言わなかったからあれだったんだけど、背景いつも通り関係ないです。はい。すいません。何も言ってませんでしたね。で、ちょっと話戻ります。で、デルタ株なんだけど、感染力強いんですよ。で、俺ね、今までちょっと外行く機会ってのあんまなくて、まあテレワークとかやってて、営業とかでちょっと外行ったりとかね、たまにするんだけど、それ以外本当に行かなくて、で、ちゃんとね、外出るときは対策めちゃくちゃしてたんですよ。実家、まあ、母さん、父さんもいるんで、実家住みなんで。まあ、ちゃんとね、外出るときは対策するし、帰ってからもね、手洗いとかうがいとか、まあ、シャワーとかね、もうがっつり。で、アルコールとかもね、玄関に常備されてて、もうプシュってやるわけですよ。で、もうベッターって塗るわけですよ。もうそれぐらいね、やってたんだけど、感染しました。恐ろしいね。どこから感染したかわかんないのよ。目なのかな？なんか、いや、確かにね、買い物とか行くときに、こう、ちょっとごほごほね、なってるような、なってるかなぐらいの人はいたんだよね。いて、で、その、ちょっと横通り過ぎたぐらいだったのよ。俺がね、ちょっと思いついたの、思い出したというか、なんか思い当たる、なんかことありませんかってなんかさ、その医者の人にさ言われたから、じゃあなんだろうなと思ってさ、こういやその時にパッと出てこないぐらいにちゃんと対策してたからあれだったんだけど、このなんていうの、もうだからすれ違った瞬間に多分感染したんだろうね。目かなんかこう、まあマスクの隙間なのかわかんないけど、でそんなもんで感染しちゃう
らしいんだよ。感染力が強いんだって。従来のなんか2倍ぐらい感染力が強いらしくて、しかも若い人でも感染すんの。あ、違う、感染というかその症状が出てきちゃう。熱とか、まあなんかその頭痛とかもそうだし、あとね、俺さ、なんかこの休む前に2日前ぐらいにさ、腹痛い、じゃ動画も出せねえとか言ってなんか言ってやってたじゃん。あれね、症状の一部らしいんだよね。なんかこう腹痛が出てきますとかね、下痢が出てきますって。でなんかそういう症状がこのデルタ出てくる可能性があるんだって。まあ人によるんだけど、なんか腸とかって免疫がさ、めちゃくちゃ、ね、なんだかね、人のさ、体の中 75% の免疫のね、なんか、関連をこう、担ってるわけですよ。腸とか胃とかね。なんかそこら辺ね。そこら辺がやっぱり、その、なんていうの、食べ物とか、なんかね、そういうので、こう、弱ったりしてくると、もう、活発になってきちゃって、なんか食生活とかさ、だらしなく、なんかね、こう、睡眠とかを、あまり寝なかったりとかね、なんか夜までずっと起きてますとか、なんかそういうことやってると、もうすぐ免疫弱っちゃって、もうよっしゃ来たっつって、もうね、活性化しちゃうみたいな感じで、いや、俺、その時さ、めっちゃ肉食ったり、焼肉食ったりしてたからさ、その腹痛くなる前に。だからね、うわーっと思って。で、ね、まあ、多分ね、5日前、俺、5日前ね、外出しなかったんだけど、大体さ、5日ぐらい潜伏期間があってみたいな話あるじゃん。そういう、ね、やつって。ね、例のあいつってさ。例の C から始まって Q で終わるやつってさ。そういう潜伏期間があって、そっからこう出てくるっていう感じじゃん。で、今回のやつもそういう感じらしいんだけど、でも、俺5日ぐらい前って外出てないんですよ。え、なんだろうと思ってて、多分、だからその免疫が弱ってから強くなったんだろうね。ぐわって出てきたんだろうね。だから、マジでみんな健康な生活しよう。っていう、ね、お話でございます。はい、今回。で、俺は、今ね、そういう状態。二日前ぐらいに、本当に、その症状が出てきて、で、38.3 度ぐらい出たんですよ。木曜日かな？金曜日だっけ？木曜か。なんか、それぐらいに、そうだね、そんぐらいだよね。に、もうちょっと熱が出てきちゃって、ちょっとすいません、つって、まあ仕事を、ちょっと、なんか、体おかしいんで、つって、一旦止めてね。で、まあ他の人に任せて、で、じゃあ、じゃあ医者行ってきます、みたいな感じで、ちょっと熱はやばいから、つってね、熱測って、で、熱ありますってなって、で、まあ、病院にね、ちょっと予約取ってっていう感じでやってたんですよ。で、いろいろ調べたんで、そっから。で、そっから調べてて3時間ぐらいするじゃん。したら、もう熱が爆上がりしてんのよ。39とかね、言ったのよね。近況報告とかで、もうツイッターでさ、何度も熱報告してたじゃん、写メで。写メ撮ってさ、こう上げてたじゃん。もうあれでもう知ってる人もいると思うんだけど、マジでもうそんな感じなのよ。もうずっとね、もう熱がね、高止まりしてるの。39ぐらいで。で、それがね、もう夜通し続きます。もう、きつかったね。いや、もうそんな動画撮れたもんじゃないですよ。うん。で、もう次の日もですね、39度ぐらいで、こうね、ずっと来てて、で、やっとなんとか、まあ、昼ぐらいになってから、まあ、どれぐらいだったっけな、朝かなぐらいに、ちょっと、落ちてきたぐらいの。二日目ぐらいになんとかね、こう、熱が落ちてきて、今ね、37とか6度ぐらいで、今ね、なってます。はい。まあ、これ、動画撮る前ね、36.6 だったんで、まあ、今大丈夫かなと思って今撮ってます。で、頭痛とかね、不整脈とかもね、ちょっと昨日はあったんですけど、今日はね、ないんで、はい。今撮ってるんですけど、マジでね、怖い。うん。これだけは伝えておきたい。まあみんなね、まあワクチンとかを、まだね、打ってない人とか、まあいるし、まあこれね、個人の自由だし、まあ全然ね、こう強くは言わないんだけど、ね、若い人で症状がね、出ないとか、まあ俺、あんま年齢の話しないんだけどさ、20代なのよ。20代、まあまあまあ、みんなね、ちょっと予想はできてたと思うんだけど、20代なのよ。うん。で、20代でも、やっぱこう、熱とか出てきちゃうぐらい、
こう強くなってるし、感染力もね強くなってきてるから、だからマジでワクチン打っておくに越したことはないのかなと思います。はい、まあ、ワクチンいろんなリスクあるけどね、後遺症とかさ、なんかね、頭痛がずっと続いちゃうとかさ、なんかこういつもよりこうねバカになっちゃうとかさなんかいろいろ言われてるみたいじゃないですか。まあまあちゃんとした情報を見てください。そういう後遺症のね、リスクに関しては公式のなんかどっかの情報とか見てください。で、まあそういうのがさ、いろいろあるわけじゃないですか。まあそういうリスクとリターンね、いろいろとベネフィットを考えながら、まあそのワクチンに関しては考えてほしいんだけどね、おのおのが。ただマジでワクチンはね打った方がいいよってこう勧めたくなるぐらい、若い人でもいや結構来るんだなっていうのが、しかもウイルス進化してんのよ、やつら進化してるから。ウイルスって言っちゃったこれつくな、これ今さ、俺今言っちゃったから多分ね、下にね、COVID-19 についてのなんか何々って今ついてると思うまあいいんだけどさ、本当にそれぐらいねやばいっていうことをみんなにね伝えておきたい。うん、なんか俺ちゃんと対策してるからっていうそういう話じゃなくて、もう対策もより強化した方がいいし、特に外でね何かをする人、外でねもう常に何かをする人とか、あとはもう人と接する機会が多い人とかね、マジで今まで以上に気をつけないとやばいんじゃないかなっていう、ちょっと警鐘も含めて、あと現状報告みたいな、まあそういう感じでございました。で今はですね、まあ結構本当にいい感じになってきてるんで、もう動画とかもね、もうこのまま撮ろうと思えばね頑張って撮れるかなってぐらいなんだけど、ちょっとさすがに無理するのは良くないんで、10分ぐらいの動画ですけどね、撮らせていただきました。はい、そんな感じでございます。もう今はね熱も下がってきてて安定してるんでいいんですけども、まあこれね今俺は結構いいケースみたいで、本当はねもう10日ぐらいねずっと40度が続くよ、高熱が続くよっていう人もいるらしいんだよね。つれ、もうね想像しただけでつれ、40度をね二十何時間ね体験してみ、やばいでマジで、20何時間でもやばい。もう3キロ痩せました俺、この2日3日間でつぶやいたんだけど、3キロ痩せたよ、びっくりです何もだから食べたくないのよ、まず食事をしたくない、でどんどん熱は放出されるでしょ、だからもう痩せんのよ、もうなんかダイエットみたいな感じになっちゃってて何もしてないけどさね、まあ、そんな、ね、まあ、なんていうの、 いいものじゃないんだけどさ、なんかもうそれぐらいやばい、もう体が異常をねきたしてる、もうその若い人でもそういうことになっちゃうぐらいのやっぱ力持ってるっていうのはマジで、みんなは知ってほしいし、俺もねそういう状態になってたんで、はい、まあそういうお話でございました。はい、なので皆さんもぜひぜひ気をつけて。まあ、俺ね、一応、ワクチンを予約してたんだけど、もう、予約して、それが9月だったのよ。いや、若い人だとさ、やっぱさ、9月ぐらいになっちゃうじゃん。あと、まあ、早くね、行ける人も、なんかその、東京のね、なんかどこどこで、なんか集団で、みたいなさ、やつとかあったけど、まあ、ああいうところはちょっとさすがに俺は、まあ、外仕事とかね、人とめちゃめちゃ会う仕事とかじゃないから、じゃあ、まあ、俺は普通に市のさ、ちょっとゆっくりしたやつでいいかなと思ってて、ね、9月ぐらいでいいかなと思ってさ、で、そもそもさ、なんかみんなさ、ネットでも早いから、俺、回線弱いからさ、みんなすげえ回線強いのよ。もうなんか入れません、入れませんって言ってさ、入った瞬間にはもう8月全部、ないですみたいな感じになっちゃってて、っていう。うん、でも9月しかなかったから、9月取ったんだけど、9月入る前にもう7月のこの段階でもう感染しちゃってるから、だからもうほんとデルタ株強いし、もう今後もやばいやつ出てくるんだろうなっていうのをちょっと予測できるし、怖いから、まあみんなもう、気をつけてくださいっていう話でございました。もう長々とね、ちょっとね、脈絡もない話をしてきましたが、もう頭も回っておりません。すいません。なんかね、頭、クラクラしてます。ほんと、まだ。頭痛はないんだけど、ね、なんだろう。やっぱりね、バカになる。
例の C から始まって Q で終わるやつを減るとね、やっぱね、こう生産能力落ちるのか分かんないけど、バカになるね。うん。こうやっぱりさ、こう、タイピングとか、そういうところはやっぱ落ちないんだけど、まあ、体が覚えてるからさ。体が覚えてるから、まあ、落ちないんだけど、そういう能力は。ただ、頭が動かない分ね、なんか、喋りとかがおかしくなるかもしれないね、今後ね。うん、ごめん、なんか、ね、脳に後遺症が残ってたとかになっちゃったら、ちょっと、まあ、ほんと、シャレにならないんだけど。まあ、そんな感じの、長々としたお話でございましたが、皆さん、最後まで聞いてくださった方々、ありがとうございました。まあ、今はね、そんな感じでやっておりまして、あともうちょっとね、あと1日、2日ぐらい、ちょっと様子見て、まあ1日ぐらいね様子見て、まあこのような状況が続くんだったら、もう今15分ぐらいね普通に喋り続けられる動画撮れてるから、30分も多分いけると思うんで、そんな感じでやっていこうかなと思います。はい。まあライブはね、ちょっと喋り続けなきゃならないんで、1時間2時間もね、だからまあライブは厳しいと思うんだけど、まあ動画は撮れると思うんで、はい、皆さん、ぜひぜひ、待っていていただければなと思います。はい、ということで、すいません、ちょっとね、拙い、雑談だったかもしれませんが、最後まで聞いてくださった方はありがとうございました。またね、別の、動画でお会いしましょう。それではバイバイ。